探索船。覚悟はいい？そこだ！加えつくせ！効果点ここね！ブレイクブースト！総銀脚！総銀脚ブレイン！つむじ総銀脚！
ズム次結果。
呪い、とどめ、ラバティーレイブン。
この距離なら外しません。ゼロの方吐く。冷蔵クンセスラナレシンク冷蔵10連冷蔵貫け力
あれがハリア村よ。皆の者、宿屋へ向かうのじゃ。イズルトで聞いた限りじゃ、村を襲うゴーマが出たり、聖領への不満を抱く住民も多いって話だったが、想像していたよりも落ち着いた印象があるよな、このハリア村ってとこは。タイマ市の私が同行していることで、村人たちも警戒しているのかもしれません。へえ、世の中には裏表があるってこと、あんたも分かってはいるのね。競争しか見えていないようでは、聖領の巡察官は務まりませんから。私だって、いろいろと見てきたのです。人の世の、光も、闇も。でも、いえ。だからこそ、私はその闇から目をそらさず、正直に向き合いたいのです。その上で、信じたいと思っています。人の心にある光を。闇ね。はい。あなたのような闇です。案外はっきり言うのね。成果を。探索船。
やってらんないぜ。どうしたんですか？果物テイストのありきたりなグミシリーズはみんな飽きちゃってるでしょ。はあ。だからこの島でしか取れないおカカオの実を使ってビターなチョコ風味のおカカオグミを作ったんだよ。そしたら新鮮味に欠けるし、おカカなのかカカオなのかわからないって文句言われてさ、夫も来たからこの辺りの海で取れるオツカツオの削り節をグミの間に混ぜ込んでやったんだよ。チョコの中にカツオ節。しょっぱいせんべいにチョコがけしたものもあるし、案外カツオ節とチョコも合うかもな。そう、新たな発見だったんだよ。パリパリした削り節の食感がムニムニしたグミと絶妙に合わなくて、それが逆に面白いみたいな。新しいグミも作れたのに、なんでそんなに拗ねてるんだ？そこなんだけどさ、世に広めるにはやっぱりサプライズが必要だろ。だからその最高の作戦も一緒に考えたんだ。どんな作戦？このおカカオグミを世界中のトイレに仕込む。名付けてトイレのおカカオグミ大作戦。グミといえばトイレ、みんながなんだかんだ突っ込み入れて面白がると思わないか？なんかおかしいけど面白いね。だろうだろう、やっぱり子供にはウケるんだよな。子供？なのに村の大人たちは下品だとかくだらないとか言って、おカカオグミは販売中止になっちゃったんだ。やんなっちゃうだろなあ。くだらない。ああ昔は良かったな。ママにご飯食べさせてもらってバブバブ言ってればみんなニコニコして褒めてくれたのにさ。トイレでグミ探しの面白さが理解できないような大人になんてなりたくないよ。
you